はい、皆さんこんにちは海外転売講師の黒澤敦です今回は久しぶりに物販の話をさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたします特にですね物販のいろいろなテーマについて話していきたいことはあるんですけれども久しぶりに最近マインド系の動画が多かったので久しぶりに話したいなって思ってることはやっぱり商品リサーチについてなんですね商品リサーチがよくできればあとは買い付けを行う で、買い付けを行ったら、商品を出す。出したら、商品がもう Amazon の中にあるわけですから、商品ページを改善していく。逆に言えば、商品リサーチがうまくできないと、自信を持てないと、いつまで経っても商品リサーチで何か得られるものがないと、コツみたいなものがわからないと、物販全体に対して自信がなくなっちゃうんですよね。だからこそ、商品リサーチを、 一生懸命やって悩む人っていうのは本当に苦しくなっちゃうと思うんです。でですね、私が今まで、まあ今もそうですけれども多くの生徒さんを持ってきて商品リサーチに対してすごく悩み込んでしまう方の特徴っていうのはいくつかあるっていうのに気づいてるわけですね。で、その中で今までお話ししたことだと商品が見つからない っていう状況を病んでしまっている。その状況で病んでしまっている人と、商品が見つからないっていう状況も含めて宝探しをしてるみたいで楽しいですねって言える人の差があるっていう話はしました。宝探しみたいで商品リサーチ楽しいですねって言ってる人も、商品リサーチでなかなか商品が、良い商品が見つからなくって、大変なんですって言って、ぐーっと落ち込んでる人も、実は立ってるポジション全く同じなんですよね。 宝探しもなかなか見つからない商品がようやく見つかった、なかなか見つけられない宝物をようやく見つけた、これ宝探しですで。商品がなかなか見つからないっていう状況で病んでる人たちも宝探しの途中にいるようなものなんですよね、本来は。でもそこでガーンって落ち込んでしまっている。じゃあ他にどういう理由があるのかっていうのをお伝えしたいと思います。その一歩先だけじゃなくて二歩先をお伝えして、解決策もお伝えするっていうのが今回のメインテーマです。 まあちょっと曖昧な言い方になってしまったんですけれども、この後超具体的に話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご成長いただければと思うんですね。まず、宝探しみたいで楽しいんですよっていう方となかなか商品見つからないんです、うーってなってしまう方の特徴の違いっていうのは、同じポジションで全く別の視点を持ってしまっているってことではあるんですが、じゃあこれが何に起因してるかっていうと、商品、いい商品がなかなか見つからないんですっていう、 中のこの良い,い商品っていうワードに対する変な厳しさみたいなのを持ってる人っていうのが商品リサーチで立ち止まりやすいんですよ。具体的に言えば、例えばまあ、アリババが今出てるのでアリババでまあコスプレなのでコスっていう風に入れて調べてみますね。で、いろんなコスプレが出てくる。で、この中でまあ何かしらのコスプレを見つけたとしますよね。 例えば、まあ、どれでもいいんで、もう、ここでも面白い商品たくさんあるんですよね。で、何かしらのコスプレを見つけたとして、そうですね。あ、今回はちなみに、アメリカアマゾンで商品を売るっていうことを前提に考えているので、ちょっと美女と野獣のこういうのはちょっと危なっかしいし、アメリカのアニメっぽいやつは嫌ですし、ハリウッド系のアニメ、あ、映画の商品とかこういう、スターウォーズ の映画の商品とかも嫌ですしって考えて、まあ、ある程度省いていくと、まあ、例えばこれだったらどうじゃろうっていうふうに思うわけですよね。で、この商品を買い付けようかなって迷った時に、いい商品がなかなか見つからないんですっていう方の特徴、ちょっと拡大しますけど、いい商品がなかなか見つからないんですっていう方の特徴っていうのは、完璧に売れるかどうかを商品リサーチ段階で判断しようとしてる方っていうのは、 結局完璧ってないですから、止まっちゃうってことなんですよね。ここに関しても以前の動画で少しお話ししました。絶対売れるかどうかっていうのは売ってみないとわかんないんですよ。ただこれ別にギャンブルをしましょうっていう話ではなくて、もちろん具体的に客観的な指標を見ていくわけですよね。で、指標はどこなのかって言ったら結局 Amazon なわけですよ。 アマゾンでいろんな商品が出てます。いろんな商品を売ってます。いろんな商品お客さんが買ってます。我々が売買するプラットフォーム、要するにアメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンで類似商品がどんぐらい売れてるのかとか、類似商品に対するレビューはどうなんだとか、類似商品探してみたけどこれと全く同じ商品がなかった場合は、まあ、ないとはいえ、類似商品はあるわけですからね。全く同じ商品、 がたまたま売ってて、その価格が相場価格かどうかはまた別の問題ですから、結局類似商品も常に見ていかなきゃいけないわけなんですが、類似商品を見てみて、細かい指標っていうのもチェックしてみる。例えばこれだったら、まあ、45元か65元とか書いてありますけれども、まあ、例えばここ数値具体的に記入してみる,見るわけですね。まあ、M サイズだったら45元とか、XL サイズだったらま、45元とか、こっちのパターンだったらこれ65元ですよね。 で、これちょっとハロウィンって書いてあるので、これハロウィンっていう言葉ですね。これでハロウィンって読みます。このハロウィンのコスプレを今探しても、ちょっと時期的には、今が11月3日なのでこれ撮影してるのは、ハロウィンはもう終わっちゃったので、ちょっとそれ以外のコスプレとかいろんなのを見ていきたいんですけれども、まあ、例えば、 そうですね。ここら辺のコスプレっていうのは最近出てきたバッカーですかね。で、今後ハロウィンは終わっちゃったんで、他のコスプレっていうと、例えばこんなのも、まあチャイナドレスなんだけど、ちょっと和風なチャイナドレスでこれも面白いですよね。で、この商品がどうかって思ったら、とりあえずこれが一体どういうタイトルなのかっていうわ分かんないんで、私も中国なんてほとんど分かんないんで、ちょっと調べてみるわけですね。で、な、と、と、トロコスプレ。 チェン・グサム。まあ、わけわかんないですけれども、まあ、何かしらのシンガーのコスプレなのか何なのか、ちょっとここに見てみますね。まあ、こういう2種類あるのもありますと。で、これだったら、まあ、チャイナドレスってわけじゃなさそうなんですけれども、チャイナドレスっぽいやつですよね。 で、ここで演出服何々何々コスプレ、服装何々コスプレ、女歌手何々服って書いてありますね。まあ何かしらの有名なミュージシャンか何かのコスプレなのかもしれないですけど、まあちょっととりあえず、せっかくなんで調べてみましょうか。まあちょっと今回のメインテーマではないんですけれどもね。これは何でしょう女装、チェン、チェン、チェ、チェン、チェングサム。これ、何ですかね。よくわかんない。でも、わかんない時はこれ、調べてみる。 チェングサムっていうのは誰ですかね誰、誰ってわけじゃないのかもしれないですけど、チェングサム。あ、これチャイナドレスって意味なんですね <laughs>。自分は知らなかった。チャイナドレスはチャイナドレスだと思ってたんで。チャイナドレスで、一般的に、なるほど。深いスレッドが入ったもの、女性が着るボディコンシャスなワンピースっていうことですね。その衣装を反映した服を表すって書いてあるんで、まあとりあえずこのキーワードで検索してみるわけですよね。 まあ、とりあえずこれで入れて検索してます。で、検索結果7568件出てるので、まあいいかなって思うんですが、この変形のチャイナドレスみたいなものって一回、一件、一件というかパッと見ないんですよね、あんまり。だから、じゃあないんなら売れるかどうかよくわかんないけど、売れるかどうかよくわからないのであればとりあえず、とりあえず1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目ぐらいまで見てみて、あとはチャイナドレスとかチャイニーズドレスで調べてみて、 とりあえず入れてみるとかですよね。実際はテストマーケティングしてみなければわからないんだけれども、少なくともこのチェングサムっていう、あの、発音わかんないですよ。あの、チュエン、チュエン、チュエンサムっていうのかもしれないですけど、中国語の発音的には。まあ、チャイナドレスで、比較的ミニスカートで、これ見るとちょっとチャイナドレスとは違うんですけどね、パンツ見えちゃってるのでね。でもこのスウェットが横に深く入っているっていうのを考えると、まあ、 セクシー系のチャイナドレスの変形バージョンみたいなものですから、こういうの今んとこ入ってないから面白いなっていうふうに、まあ見てたりするわけですよ。まあこのまま探していくと本当に、いい商品どんどん見つかってくるわけなんですが、 とにかく今回の話戻します。メインテーマっていうのは、商品リサーチをしていてよく見つからないんですよっていう人の特徴として100%をまず商品リサーチ段階で求めようとしてしまっている。で、100%っていうのは最終的には売るまでわからないんですけれども、決してギャンブルや賭博をしてるわけではないので、運任せで我々は商売をしてるわけではないので、しっかりと具体的に特に売る場所、 日本アマゾンだったら日本アマゾン、アメリカアマゾンだったらアメリカアマゾンのデータを見てみて類似商品を見てみる。類似商品がないんだけれどもっていう人いるんですけど必ず類似商品はありますよ。類似商品がないなんてことはあり得ないので一番近いものはどうなのか一番近くてレビューがたくさんついているものはどうなのかレビューが何月何日についているのかレビューの評価の内容っていうのは何なのか特に低評価のレビューっていうのは例えばこの商品だったらどこに対して低評価を言っているのか 何に対して不満を言っているのかとかそういうポイントも含めてしっかりと見ていく必要があるわけなんですが今回のテーマに戻ります今回はそこで終わらせるのではなくってもうちょっと深く掘り下げて逆算して言教、病巣っていうのがどこにあるかっていうのを考えていきたいんですけれども結局のところですね我々が一番 気をつけなければいけないこと、商品リサーチを行っているときに気をつけなければいけないことって、まあ、小難しいこと言うつもりはないんですが、楽しもうぜっていう視点が欠けている人あとは、好奇心とか、興味とか、そういったものが消えてしまって、初めからしんどい作業、つまんない作業だ。でもやんなきゃいけない。要するに、 ルータイス氏のアファーメーション的に言えば、ハーフトゥーになってしまってる人っていうのは、もう鼻から楽しめなくなっちゃってる人になり下がってしまう可能性ありますよね。商品リサーチなかなか良い商品見つからないんですって言ってる方って、商品リサーチをすること自体が全然楽しめてない。辛い。でもやんなきゃいけない。そうふう風に思ってやったら、商品リサーチって面白くならないですよ。 もちろん、我々三方良しの商売物販っていうのは、売り手良し買い手より世間良しですから、全方良しにならなければいけないわけですから、地味で地道な作業っていうのが必要です。努力っていうのが必要です。私も発信者として動画を 皆さんにこのような形で出してますけれども、じゃあいきなり初めに動画ばーって出して、それが今に至ってるかっていうとそうじゃなくて初めは練習しました。どのぐらい動画撮る練習したかっていうと3ヶ月で2万回も3万回も動画撮ったわけですよ。カメラの前で話す練習したわけなんですね。 結局、ただの努力ですよ。ただの努力。ただ、ただ、ただの努力であっても、そこでつまんなくなっちゃったら、私は2万回つまんないことしたってことになりますから、死んじゃいますよ、廃人になって。商品リサーチも何十商品もつまんない作業を繰り返して行うのであれば、やっぱり廃れて死んじゃいます。廃れるっていうのは、あれですけど、心がすさんで、死んじゃいます。 だから、もちろん地味で地道で堅実にしっかりと着実に進んでいく。それも非常に重要なポイントなんですが、同時にもっと楽しむ視点っていうのを身につけていくといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、今回のメインテーマっていうのはもう12分プロローグみたいなことを話しちゃいましたけれども、どうやったら楽しめるのかっていうのをすごく簡単な視点でお伝えしたいと思います。 どうやって楽しむのか、めちゃめちゃ簡単な話なんですよ。まあ、いろいろな考え方があって、私が生徒に一般的に話してるのが、自分の趣味とか好きなことって何ですかって聞くんですね。 これは問い合わせをいただいた段階で、ちなみに趣味って何ですかって私がよく聞くのは、その方の趣味っていうのがそのまま商品リサーチに必ず活かせるから、で、趣味っていうのは全世界みんな同じ趣味ではないですからね。その人その人のオリジナリティを出せるわけですよ。例えば、例えばですけれども、そうですね。テニスが好きな人がいたとしたら、まあ、テニスで調べればいいわけですよね。 で、とりあえずテニスって入れてみて調べればいいんですよ。で、テニスのどんな商品っていうのがよう売れてんのかなって見たら、例えばこういうボールがくっついていて、ボールを打ったらちゃんと戻ってくるような、こういう商品が見つかってきて、あ、これ面白いなあの、テニストレーナーっていうの面白いなと思ったら、もうとりあえず調べてみる。 で、自分が興味あるものだったら、絶対楽しいじゃないですか。調べてて興味があるものを調べるんですから、絶対楽しいですよね。だからこういうふうに調べてみる。で、テニストレーナーってどういうのがあるのかなっていうふうに調べると、まあこの中で卓球のとかも結構出てきちゃってますけれども、テニスって中国語で何て言うかわからなかったら、まあテニスでとりあえずもう一回調べてみるんですよね。中国語で何て言うのかなって。で、テニストレーナーとテニス、まあテーブルテニスが結構出てきちゃってますけれども、とにかくこの、 アリババでも、タオバオでも、ティーモールでもいいんですよ。あのー、アリババじゃなきゃいけないんですかってよく聞かれるんですが、それ私が動画の中の説明だと、アリババっていうのは一般の中国の顧客も買うわけなので、写真が豊富なんで見やすいので、たまたま説明で、タオバオ、 よく使ってるだけで、あの、さっきちょアリババって言っちゃったかもしれないですけど、タオバオで、私はよく動画の説明今までしてた理由は、タオバオが画像が多いので視覚的に説明しやすかったんですよ。だからそれ使ってただけで、別にアリババでも T モールでもいいですよ。代行会社っていうのは中国のサイトから商品を買い付けて特定の場所に送るのが代行会社ですから、アリババは買い付けられるけど、タオバオは買い付けられないとか、 そういうことはないですからね。話を元に戻しますと、まあ、テニスで調べていくと、いろんな商品が出てくるわけです。まあ、これをただわーって見ていくだけでも絶対楽しいですよね。だって自分の好きなものを探してるわけですから、あ、テニスの笛っていうのがいいなと思ったりもするんですけど、笛はちょっと口を直接つけるものなのでどうかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、 テニス、ま、いろいろありますね。テニスうんたらこうたら、体育館のテニスのうんたらこうたら、まあ、とりあえず私も別に何の気なしにこれ調べただけなので、テニスを調べるとテーブルテニス、卓球の用品とかも出てくるみたいですね。だからここで、そうですね、卓球じゃなくて今回はテニス、普通のテニスを調べたいわけですから、もうちょっと何かピンとくるような商品、テニスのラケットとかそういったものがないかっていうふうに調べてみるわけですよね。 そうすると、例えば、これで何とかかんとか、知能卓球かんとかかんとかとかいろいろ出てくるわけですね。で、この商品が一体何なのか分からないけれども、とにかくこの商品はスマホのアプリと連動してうんたらこうたらって書いてありますね。まあ、この商品も面白いですけれども、精密機器っていうのはちょっと怖いんでね。怖いんで、あくまでもこのテニスっていうワードをとりあえず、まあ、合ってましたよね。先ほど調べたものと。テニスっていうワードをしっかり調べたので、このテニスっていうワードはそのまま生かしておいて、 あとはトレーナー。そうですね。トレーナーってなんかないですかね。テニス、ボール、ボール、練習。もう好きなものを探してるわけですから、私実はテニス全然趣味とかじゃなくて、あんまほとんどやったことないんですけど、テニス、ボール、練習。それでもやっぱ楽しいです。私はまあ商品リサーチ自体が楽しくてしょうがないんですけど、まあテニスのボール、で、そうですね、練習、あと紐、 とかで検索してますか串串と紐はちょっと違いますけど。まあ、とりあえずこれで検索してみたりして、テニス、玉、トレーナーみたいなもので。なんか全然関係ないのが出てきちゃいましたね。で、これでもうちょっと消したりして、テニスボールのトレーナー、別にワンちゃんの、まあ、ワンちゃんのもワンちゃんので面白いですけれども、ワンちゃん用のものは探してないですからね。で、 テニス、まあ、ここら辺で調べてみますかテニスのボール。とかいろんなものが出てきますね。で、なんかここら辺にも面白いのがちょっと出てきてますね。これ何なんですかねちょっと探してる商品とは違うんですけれども、これが一体んぞやっていうのが気になるので、これはテニスのボールに棒がついているものですけど、何で使うのかがわけがわからないですね。はい。 健康、あ、なるほど。あの、これは、ダイエット用品みたいなやつっぽいですね。ちょっと一応、日本語に訳してみますね。えー、フィットネス、ショルダーボールテニス。まあこ、こ、まだ流行ってないですけど、これから流行る可能性はありますよね。で、ま、あ他の、本来探してた商品は、やっと出てきました。<laughs> やっと出てきましたけど、こういう商品ですよね。で、ここで出てきたら、今度は、ここを、 コピーして、アリババのトップページから、この商品を入れて検索してみると、もっと精度がよく出てくるはずだったんですけれども、まあ、ちょこちょこ出てきてますよね。ここ、ここ。ところどころ出てきてます。まあ、いろんな商品、マザリンコで出ちゃってますけれども、まあ、とにかくこの、あ,あ、関係ない出てきちゃいましたね。まあ、ここら辺の商品でこういったやつ、これも同じやつですかね、基本的には。っていうのが出てくるわけですよ。 で、他のページも見てみましょうね。今度はこっちをただぼんやり眺めるんです。これ30元。で、あとは同じような機能を持ったテニスボールがくっついているトレーニングマシンみたいなものが、これだと、まあ、これ3、3元。相当安いですね。なんか危なっかしいですね。<laughs> そこまで安いないくらなんでも。でも、とりあえず、ま、あこういう風に見ていくわけですよね。まあ、30元で売ってたのが一番わかりやすいかなと思います。まあ、ちょっとこれクリックしてみて、 で、これも都内でやるようなもの。で、品番。これちょっと見てみますね。あ、これはボールとかはセットになっていない可能性がありますね。だから安いのかな。っていう形はしますね。なので、ちゃんと紐とボールがセット。今、あんまり細かく見てないんで、あれもちゃんと紐とボールがセットになってるのかもしれないですし。あ、結構安く売ってますね。紐とボールとセットになってるようなやつ。 これだと、まあ、すごい安く売ってるわけじゃないですか。で、これを、テニストレーナーだと、28.63件で出てるわけですよね。で、今度はテニストレーナーをこっちに入れてみて選択してみる。そうすると、いろんな、まあ、先ほどの似たような商品が出てくるわけです。まあ、11.67ドルだとか。 比較的、なるべく20ドル台で売りたいですよね。まあ、これは16.21ドルとかいろいろ出てるんですけれども、これの場合はちゃんといろいろな、まあ、OEM というかパッケージングだけですけどね。まあ、パッケージをオリジナルのものを作って売っているような形で、レビューも13件売ってますので、あとはこの下にもいろんな商品が、関連商品というのがたくさんいろんなものここに出てますけれども、ま、いろんな商品も売っている。これさっきなんか中国のサイトでちょっと見かけたようなものですけれども、 で、あとはこの中で何が良かったか何が悪かったかっていうのを気になるわけですから、2スターみたいな人を見るわけですよね。で、何がいいかじゃなくて、何が低評価かっていうのを見る必要あるわけです。Not a very good staff.The ball bounced all over the place.I just did not want to bother returning it after first use. なるほど。 あのー、要するに、ボールが綺麗にちゃんとパーンって飛んで戻ってこなくって、いろんな方向にあちこちに飛んじゃったとか、いろんな、文句がついているわけですよね。だから、そこをどうやってクリアするかっていうことが非常に重要になってくるのがポイントですね。本当はこれが、ここの部分ですね。評価の部分が逆ピラミッドになっているといいってされてます。まあ、絶対、ワンスター、ツースター、要するに一つ星、二つ星つける人は、 いるんですよ。いくらうまく売ろうとしたって。いるんですけれども、ここがもうちょっと、もうちょっと、カクテルグラスのように、んーと、5、4がすごく多くって3がいて、で、2と1が若干、まあしょうがないけど、いるもしくはいない。っていう商品を探せばいいんですが、まあとにかくこの商品に関しては、結構、これは関係ないですね。関係ない消しましょう。結構、 これも関係ないですね。関係ないのどんどん消していかないともうタブだらけになって死んじゃいますからね。で、こういう風うに調べていって、例えばこの商品だったら面白いなっていう感じで行き着くわけです。これが、また長くなっちゃったんですけれども、趣味の話ですよね。趣味に従って、 自分が気になっているものを探すんだったら苦じゃないですよね。むしろ楽しい。えー、自分がいつも買っていたあの商品の類似品がこんな安く売ってんのか、日本だと相当高いなとか、アメリカで売る方だったらアメリカだったらこのぐらいの価格かっていうのが分かっていくので面白いんですが、あとはもう一つ、まあ面白い話をしますと、皆さんがまあ男性でも女性でもどちらでもいいんですが、例えば自分に恋人が今いらっしゃる方もいらっしゃらない方も、 結婚されてる方もされてない方も、相手にこういう服を着て欲しいなとか、こういう格好をして欲しいなとか、アパレルの話ですけどね。そういった服っていうのを調べてみるっていうと、面白いのかなと思います。例えば、例えば自分だったら、まあ、日本、昔の日本でいうボディコンなんですけど、ボディコンって出てきますかね。あの、英語で訳すと。ボディ、ボディコン出てこない気がしますけど、まあ、タイト、タイトドレスっていう感じですかね。 タイ g タイトドレスで、ちょっと調べてみましょうか。まあ、タイトドレスで調べると、こういう服って着てる人って、別に自分の恋人だったり好きな人が着てて欲しいっていうか、自分が、あと女だったらこういうの着るなっていうのがこういうのなんですよ。自分が多分女性だったら、まあ気持ち悪い話ですけど、自分は男なんで、こんな、ひげ生やした男なんで。 もし自分が女性だったらこういうので責めてぇなとか、あとは自分の恋人が、まあ、と一緒にこういう風に歩いて、こんなに綺麗な彼女がいるんだよとか、見せびらかしたいみたいな時があったとしたら、どういう服を着てて、着ててほしいかちょっとした社交場とか、まあパーティーとかに、あの、奥さんないし、彼女さんと連れ立っていく時にどういう服を着ててほしいかっていう形で見、 って言ってもいいですし、女性だったら女性で、例えば自分の理想の彼氏、アメリカ人の彼氏ができました。そのアメリカ人の彼氏にどんな服を着てて欲しいですかっていう話から考えていくと色々いろいろ面白いことが浮かぶと思うんですよね。そっからどん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 攻めていっても非常に面白いと思うんです。例えばそうですね、自分だったら、まあ自分が女性だったとしてもこういう服、 で、攻めてこうとは思いますし、こういうなんかちょっと、隙間があるようなもの。で、スキニーでストライプで、そうですね、G ストリングタイトドレス。ま、いろいろ書いてありますけど、まあ、セクシーとかミニウーマンスキニーストライプ、あ、ホローっていうキーワードが出てきましたね。ホローっていうのはところどころ穴が開いているようなドレスですから、だタイトドレスでホローなやつを自分はいいなって思うんですよ、単純に。 だったらタイトドレスでフォローで調べてったら、まさに自分がいいなと思うようなもの。まあ、フォローっていうのはどこかしらがスペースができている。スペースができているというか、空いているってものですよね。へそ出し系もありますし、こういうタイプのものもあ,ありますし、先ほどの一部が、まあ、ちょっとある種裂いたようになっているものもありますし、肩の部分が露出しているもの、あとは股下の部分の前面が露出しているもの、あとはチャイナドレスみたいに横が露出しているものとか、まあ、これはかなり大胆ですけれども、こんなドレスだって あるわけで、すよねでこういうのを調べていくことで、我々っていうのは一体何がいいのかっていうのがわかるわけです。で、ドレスだけではなくって、ストッキングでもこういうものがあるわけですから、例えばセット販売するのであれば、ドレスとセット販売を行っていく。で、例えばこういうあまりにもセクシーすぎるようなこういう服ですね。ちょっとこの服はいくらなんでもって思った場合は別に、ここまで過激なものをし、あの、 買い付けなきゃいけないって、ここら辺の買い付けなきゃいけないってわけじゃなくて、ちょっとおへその部分がちょこっと空いている。比較的大人っぽいんだけれども、でも、エレガントさ、その過激すぎるエロさじゃなくてセクシーさみたいなのを少し出してるような、比較的控えめなもの。 っていうのもあるわけですからね。あとはこういう足の部分の一部がレースになってるだけでも少しセクシーだったりとかするわけですから、まあこういうふうに思いっきり横スレッドが入っているものだけではなくって、いろんなドレスがありますからね。そういうのも調べてみると非常に面白いと思うし、私が今見てみて面白いなって思ったのはこれなんですよね。まあマキシドレスでちょっと、これは、 まあ、ショルダーがオフになってるってい意味では、このホロー、要するに空間が空いているっていうものなんですけど、これちょっと太ったサイズじゃないですか。要するに 3X とかですよね。で、私は結構こういう大きいサイズっていうのも面白いなって思うんです。大きいサイズの方っていうのは、 ある程度体型を隠したいとかいう気持ちもあったりするので、体型隠したいんだけどもすごくセクシーに見せたいっていう人もいらっしゃるわけですし、そこら辺も調べていったら面白いかなって思いますね。で、先ほどの話、まあ、ちょろっと続きせっかくなんでさせていただくと、あのー、少し、 大きめサイズが面白いっていうふうに申し上げましたけれども、ちょっと大きめサイズを一つクリックしてみて、その後の話もちょっとできればしておきたいなって今ふと思ったのでさせていただくんですが、まあこれ一つクリックしていてみて、で、例えばその下の方を見てみると、類似商品でやっぱりちょっと大きめなものとかが結構出てきたりするんですよね、セクシー系のもの。 で、まあ、これはスポンサードプロダクトですけど、この下のカスタマーズ風ォーボートディスアイテムオーソボート。この商品を買った人はこんな商品も見ていますっていうところもクリックしてみる。上は、あれですけど、あの、スポンサープロダクトで無理やり出てきちゃってるものですけれども、この下の方はナチュラルな、あの、お客さんの動きに従って表示されてるものですから、こういうのもチェックするのもいいですし、で、例えばこれだったら、プラスサイズっていうキーワードがここから救えますよね。 プラスサイズっていうのは、要するに、まあ日本で言うと、何て言うんですかね、ぽっちゃりサイズって言ったら失礼なんかもしれないですけど、要するに、太ってる人サイズとか、言い方悪いですけど、デブサイズとか書いちゃうと誰も買わないですよね。そうじゃなくて、大きめサイズとか、 そういう書き方をするのはアメリカも一緒で、プラスサイズって英語だと言うんですけど、まあプラスサイズで調べてみて、で、ここでプラスサイズだったらタイトドレスのちょっとタイトは消した方がいいかなと思うので、ドレスホロをプラスサイズっていう風に調べてみて、どういうものがあるかっていうのもチェックしてみる。例えばこういうのも出てきますよね。まあかなりセクシーなんだけど、プラスサイズの人用。で、ちょっとここ、胸元っていうのが、 まあ、は、はだけてるというか、避けてるわけじゃないですけど、こういうデザインで、こういうものっていうのも見えてくるっていう形で、まあこれも水着ですけれども、プラスサイズの人なんだけれども、セクシーに見せたいっていう方の思いっていうのを実現化した。これだと 5XL までありますよね。US だと28から30サイズってものなんですけれども、まあこういう商品が、 見つかってくる。これだと、ま、随分深追いしちゃいましたけどね。はじめは自分の彼女さんないし、まあ、彼氏さんでもいいんですけれども、とにかく、自分の好きな人にどういう格好をしてても、してもらいたいか。どういう格好をしてもらうと自分が胸キュンするか。自慢の彼女、自慢の奥さん、自慢の旦那さん、自慢の彼氏っていうためには、どういう格好をしてて欲しいかっていうのを考えてみる必要があると思うんですよ。 ちょっと男性ものに関しては自分が着たいっていうのはわかるんですけれどもあの女性が何を着てて欲しいかっていうのはちょっとわからないんですがもし私がそうですねまあ、自分が女性側だったらこういう服着てて欲しいっていうのは今自分が着てる服なのであのジャケットを着て白シャツを着てでロールアップしてちょっとスキニーなパンツを履いてでローファーを履くっていう 自分のいつものスタイルは、やっぱり自分が女性でもそういうのを着てて欲しいっていうスタイルは自分で着てるんですけど、あとは最近ちょっと気になってるのは革ジャンとかなんですよね。で、革ジャンも先日メンズビギで、まあ革ジャンなんでちょっと調べてみましょうか。レダー、ジャケット。スペル合ってますかね。まあレダージャケットでメン。 でありますね。レザージャケット、メン。で、こうに調べてみると、レザージャケットって結構売ってるわけですよ。で、おそらくこれ PU ですね。ここに PU って書いてありますけど。要するに PU レザーであれば、まあ安いんですよね。高いジャケットだと、まあ本革とかだともう4万とか10万とかするんです。自分がこの前メンズビギで見ていいなって思ったレザーのジャケットは4万円ちょっとぐらいで、まだ買ってはいないんですけれども、こういうレザー、レザージャケット。 で、レザージャケットでも本革は高いなって思う人もいると思うので、これは本革ですね。本革でも結構薄手のものなので安いもんですけど、まあ本革じゃないレザージャケットとかだと、要するに PU レザーですね。合成比較のジャケットとかだと安いと。これは、まあここだと、ファークスレザーって書いてありますけど、これちょっと Google 本屋。これ覚えておいてほ欲しい言葉です。あとは、ファスペルわかんないんですよ。 これ、ファ、ファ、ファウクスレザーっていうのか、ファウクスレザーっていうのか、自分も実はスペル分かんないんですけど、これも人口比較。ちょっと言葉間違ってますけどね。人口の項が口じゃないですけど、あとは、PU レザー。この2単語はぜひ覚えておいていただきたい。ここは訳されないですけど、PU レザーっていうのも合成比較っていうことなんですが、例えば自分が女の子だったら、 そうですね。まあ、ちょっと気持ち悪い話しますけど、例えば自分が25歳の OL です。私は黒沢。また、自分、めぐみっていう名前が大好きなんで、黒沢めぐみですっていう状況になったとしたら、まあ、例えばこれからの季節、男性にこれをちょっと羽織っててほしいなっていうのはやっぱレザージャケットですね。 自分の場合は PU じゃなくて本革を着ててほしいとは思うんですけど、でもまあ、本革と PU って一見わかんなかったりしますから、あの、匂いかけばわかっちゃいますけどね。本革は革の匂いがして、PU レザーはビニールですから。 ビニールですかわかっちゃうんですけど、まあ、着ててほしいな、黒沢めぐみ的には、こういうの着ててほしいなっていうふうに思うのは、やっぱりレザージャケットですかね。ちなみに自分が黒沢めぐみになろうとすると、多分、ゲイになっちゃうので、えー、っと、ん黒沢めぐみ的にはっていう気持ち悪い感じになっちゃうので、ここぐらいで、あの、皆さんがこの動画を、 あの、再生をストップして、他の人のところに流れてしまう前に、あの、おかま言葉はやめさせていただきますけれども、はい、ここまで気を取り直して、自分だけが気を取り直して、ここまでの話、まとめさせていただきたいと思います。ちょっと気持ち悪いですね。もう二度としません。はい。今回私のテーマっていうのは、商品リサーチをするときに、どうすれば、我々が楽しめるかってことなんですよ。で、自分こういう動画撮ってても、多分楽しそうなの、 伝わってると思うんですが、自分の趣味に沿ったもの。まあ、今回自分テニスは全然趣味じゃないんですけれども、テニスが趣味の方用にちょっと動画撮ってみました。で、別にテニスが趣味の方だ,だ,だけじゃなくて、例えばバスケットボールが好きだとか、卓球が好きだとか、バドミントンが好きだとか、あとは別にスポーツってわけじゃないけれども、トライアスロンが好きだとか、山登りが好きだとか、読書が好きだとか、何でもいいんですよ。旅行が好きだとか。 そういった自分が興味あるものを調べていくと、普段から興味あるものって結構ちゃんと無意識でもアンテナ張っていろんな商品見てたりするんですよね。Amazon とかでも。だから、それと似たような商品がないのかとか調べてみると面白いっていうのと、あとは、やっぱり、これ一番結構、 やってる人ほとんどなぜかいないんですけど、自分の彼女にはこういう服着ててほしいな。こういう服を着てる彼女と街中歩いたらかっちょいいなとか、そういう感覚。自分の彼氏にレザージャケットを羽織っててほしいなとか、そういった感覚からスタートしてみる。ただ、レザージャケットっていうのは革の商品っていうのは関税が高いので、税率が高いので、まあ、ちょっとせっかくなんで調べてみますけど、日本でちょっと調べてみますね。 革製品、関税。あ、関税じゃなくて、関税。はい。とかで、まあ輸入関税ですね。っていうものが、まあ日本だといくらっていうのが出てきます。で、革靴はめちゃくちゃ高いからやめた方がいいですよ、みたいなのもちゃんと書いてありますから、まずネット検索を調べて、あ、してみて、いろんな情報っていうのを調べてみる。これ私何度も見てるんで、こうもう色がついてるんですけどもね。何度も見ましたよって、以前見ましたよって見て。というわけで、そこで、 ま、あ革のレザー、レザーのかっこいいけれども、完全考えると PU でも,もちろん十分ですよ。あの、全然安っぽくないですから、ちゃんとしているものっていうのは。だからそういった商品っていうのを出してみるだとか、出してみるというか、調べてみてよかったら買い付けてみる。もちろん、容積重量とか、PU レザーのジャケットっていうのがどのぐらいの相場なのか。で、ここで PU って入れればいいだけですよね。 レザージャケットじゃなくて PU レザージャケットの面のやつを調べてみればここに出てくるわけですから、あ、結構高いのいいのは高く売れてんなとか、生地が薄いやつは結構比較的安いなとか、でもこんなにたくさんあるから埋もれちゃうんじゃないかって思ったら埋もれないようにどうすればいいかを考えればいいわけですよ。例えば PU のレザージャケットのメンズが面白いなと思ったら、じゃあこの中で埋もれないように出すにはどうすればいいかっていうのを考えてみたりとか。 すれば面白いわけですよね。例えば、PU レザーのジャケットでいろんな色が出てるけど、ネイビーは比較的少ないなって気づいたりとか、あとはこういう赤系赤系というかワインレッド系っていうのも結構少ないなとか、いろいろわかるわけですよね。あとは気になったら、やっぱり女性の方だったら男性のお店入るのをちょっと恥ずかしいかもしれないけれども、周りに日本って本当に実店舗に恵まれてる国ですから、まあ大体どこ行ったって、あるじゃないですか、こういうお店。 覗いてみるといいと思いますよ。私は本当にいろんなお店結構行きますから、新宿と、最近ちょこちょこ行くのは二子玉川も行くんですけど、基本的にはまあ新宿と、あと地元の調布にもパルコがありますんで調布行ったりとかしてみてみるとか。 そういった形で、まあ、どの商品がこの中で珍しいのか。まあ、例えばこういう白いレザージャケット。まあ、レザージャケットを一部使った商品とかだと、独自性は結構高いですよね。バーって見てっても結構目立ったりするわけです。別に目につくものだからいいってわけじゃないけれども、例えばレザージャケットのこういう白いやつなんてここに出てきて、 しか出てきてないですよね。で、まぁ、あ、これちょっとレビューがないんで売れてるかどうかがわかんないんでなんとも言えないんですけれども、あとはこれパって見えてるけれども、とりあえずここクリックしてみるとカラーバリエーションがあったりするわけですよね。で、ここのカラーバリエーションで919件ついてると思ったら、こんなカラーバリエーションがある商品が、合わせて919個商品レビューがついてるわけなので、またこっちを見てみると、どの商品を買ったんですかっていうのも全部書いてます。カラーコーヒー色、カラーブラウン買いました。 で、カラー、ブラック買いました。で、ここにもカラー、ブラック買いました。ブラック買いましたとか、いろいろ出てるわけですよね。で、こういうところもすべて含めてしっかりと精査しながら自分が興味ある商品。で、自分のただ好きなものとか、自分の趣味とかじゃなくて、今日申し上げた、相手に、パートナーにこういう服着てて欲しいなとか、こういう女性が外歩いてたらセクシーだなとか、こういう男性が外歩いてたらかっこいいな、惚れちゃうかしら、みたいなこと。 を考えていくと面白いんじゃないかなって思いました。結構今回は本当に、まあ、い,い井戸端会議じゃないですけれども、あの、ダラダラと話してしまった部分もあるのかもしれないですけれども、こういった感覚っていうのをぜひ身につけていただいて、皆さんも商品リサーチっていうのを楽しむ。楽しむかどうかってほんと自分のさじ加減だったりするんで、楽しんで調べる部分もどんどん作っていっていただければと思うんですね。超楽しいんですよ。 私は未だに、海外転売、物販のすべての作業、いちいち楽しいんですっていう状況になりますから。だから、初めから頭ごなしに、商品リサーチ大変だ、つまんない、っていうふうに思わなくって、もうほんと、お、さっきの私がね、やったみたいに、大カマになったっていいわけですよ。うん、私、うーん、彼氏にこんな服着てて欲しいな、でもいいわけですよ。 こういうことやるだけで笑っちゃうじゃないですか、自分で。自分も今やっててバカバカしいですよ。バカバカしいですけれども、楽しんでる。こういう感覚っていうのをぜひ身につけて、前向きに楽しんでやっていただきたいと思うんですよね。というわけで今回はもう2回も3回もおかま合意を出して、はっきり言ってお茶吹き出した人もいれば気持ち悪いなと思って、別の動画見始めちゃった方もいるとは思いますけれども、ここまでご清聴くださった方本当に、 なかなか聞き苦しい動画にはなりましたが、ご清聴ありがとうございます。でも本当にこの感覚大切なんでね、ぜひ腹に落としていただければなと思います。というわけで、最後までご清聴ありがとうございました。海外転売講師の黒沢淳がお届けいたしました。失礼いたします。はい。今回も最後まで動画をご覧くださり誠にありがとうございます。講師の黒沢です。最後に私が構築して皆さんに提供させていただいている無料講座について簡単に説明させていただければと思います。 こちらの無料講座は、この動画の下、動画説明欄にある URL から登録することができるんですが、5日間のメイン講座、プラス7日間の歩行講座、合計12日間の無料講座を皆さんに提供させていただいております。海外転売に興味がある方、海外転売のことを体系的に真の部分も含めて知りたいという方、 物販には興味あるんだけれども、いきなりお金を払ってどうこうということに躊躇されている方は、ぜひお気軽にご登録いただければと思います。ちなみに、私の無料講座に登録したが最後、12日間経った後もどん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 メルマガが送られてくるということは一切ございませんので、その点に関しましては、ぜひご安心いただき、お気軽に登録していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。